民国27年式的弾頭とは中国軍が使用していた敵弾発射機である。民国27年式的弾頭を操作する兵士、中華民国歴27年に採用された。日本の10年式的弾頭に似ており、射程の調整はガス抜きの穴を調整する方式で操作法も似ている。発射距離に合わせてダイヤルを回すとガス抜きの穴の塞ぎ、具合が変わり、 穴からガスを逃がす量により、発射距離を調整する。中盤は L 字型をしており、地面に置くとちょうど45度になるようにできている。中華人民共和国になってからも、引き続き1960年代初期まで使われており、朝鮮戦争でも使用された。おおむね日本の敵弾頭に習ったものではあるが、工作能力や資材等の制限により空戦を省略主格好法とし、 射程延長と弾道安定のため、方針長を 254mm から 400mm に、また、方針強度確保のため方針圧も増やした。弾薬側も格好放火に伴い胴体も省略。代わって、弾道安定のために有力弾とし、瞬発式の着発進間は、不発弾を減らす目的で、発射時に作動する5秒の延期式に変更している。 また射程調節機構も、試作初期にネジの噛みつきが多発したため、激震の位置を変える89式の仕様から、発射ガスを調節する10年式の仕様に変更されており、原設計は89式のものではあったが、最終的に日本の敵団党西と欧米の迫撃砲との接中がなされている。ありがとうございます。